したらね、前回の続きでございます。スピードは変えられなくてね、12月まで遠いんですよね。まあ、人口上げられないんだよね。このまま12月まで待つしかない。この渋滞がね、気になっちゃって、いっぱいトンネルを作って、解消しようかなと思ったんだけど。たまーにね、こいつとかね、線使ってくるやつがいるんだけど。こいつも使ってくれてるな。まあもういいや。もう早く12月になってもらいたいよ。研究はこれ以降はできないんだよね。なんだろうな、これ。まあ、貨物と旅客を分けた方がもっと効率がいいんだろうね。こことここも進んじゃおうかな。
暇なので、ここに駅を新しく作って、ことここが結んじゃうか、ちょえーっと4個ぐらい。休校にすればよかったな。まあいっか。遠回りしてるとこがあったらね、そこに線路引いちゃおうかなと思うんだけどね。ここと直接こっち結んじゃおうかね。線路とさ、今作ったこの線路も済んじゃう。
バグってんのかな。なんかフリーズしそう。こんな鮮度引いちゃったからコンピューターがバグってる。なんかバグってるね。この鮮度引いちゃったからさ、計算できないのかな。こんな線路引かなきゃよかったな。一気にこっちまで行っちゃおうか。4台ぐらい。9個。
速度が変えられない。急勾配になってんね。しょうがないな。スピードアップができないのが嫌だね。検索してみようかな。パソコン版の操作方法見ようかな。ゲームスピードの場合、パソコンだとね、プラスボタンを押すんだけど、コントローラーだとどうなんだろうな。オプションでできるかな。ちょっともう一回オプションちょっと一回開いてみましょうか。オプション。できないか。ゲーム中じゃない時のオプションかな。スピードアップの仕方がわからないね。操作タブをちょっともう一回。マルチオプション。操作タブ。カメラ。タッチ。タッチパッド。
なんだろうあれ。これ何これ、タッチパッドライブ、これってはこれは何これ、これ100円してみようか、どうなの。スピードアップとは関係ないかな。雪オン、あ、今速くなった。お、ほら、あ、今のやつ、今のやつだ。あそこ 80% だったのが、これ感度が悪かったから押しても変わんなかったのが、でもね、遅いにはできないね。あ、できた。でもどうしたらね、遅くなって速くなるかができないの。わかんない。いまだにわかんない。おう。おう。あ、これさ、コントローラーの使い方を押すだけじゃなくて、押さずに指でね。なるほどね。やっと理解できた。これで12月まであっという間だね。これを理解するのに時間かかった。これね、80% にしてもね、できるね。80% にしたとしても、おお、やっとやり方があったよ。ただね、押さないでね、指でね、やれば反応してくれる。これを理解できる、初めて理解できた。もう12月まであっという間だね、そしたら。一個解決。ちょっと一気に、12月までやっちゃおう。今回は。もうタスク無理なんで、12月まで一気に行っちゃいましょう。何こんなところで、何やってんのお前。こんなところで何やってんだよ。故障だってよ。距離が長いからね。
がつく。故障が多いね。故障者が走っているところに、給水筒もちょい。高速にしても遅いね。やっぱドアップにした方が早い。ゲーム機が熱くなってるわけじゃないんだけどね。ドアップにした方が処理能力が上がるから、ドアップにした方がいいかもしれない。おー、いい絶景だね、これ。いいね。いいね。いいじゃん。高速機関車。綺麗なグラフィックだね。旅に行きたくなっちゃうね、こういうのやってると。まあ旅行好きと、旅行好きのね、暇つぶしゲームですから、旅行はお金を貯めなくちゃ旅行はできないんですけどね。仕事相愛称していて、仕事以外の時は節約をすると。ゲームをして暇つぶしをする。いいだね、なんか。ほう。ほう。ほほほ。
あと2ヶ月ですね。ティー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 トントロントントントンティティントントロトントン。先が長いな。もうタスク諦めちゃってんですけどね。3分の1以上にはもうなんないですよ。最後までなんか頑張りたいなっていう気持ちはないわけじゃないんだけど、なかなかこれ以上上がらないんだ。まあ、ここの渋滞は解消されてる。滝はないんだね。ナイアガラの滝はないみたいですね。いいか。あと20日間で終わりです。このまま20日まで、31日まで行きましょう。あとは企業をね、拡大するとかね、そういうことをやれば、もっと人口増えたかもしれないけどね。
あと1週間で終わりですね。クリスマスイブ。クリスマス。もう終了です。失敗。もう何もないんだ。もう何もないんだね。評価に戻れない。評価。まあもう最高経営者になってますからね。これは他人のやつだね。これは関係ないよね。じゃあ終了ということで。